ラギはいい顔をするようになりました。なんだよそりゃ。そのままです。とてもいいこと。男はやっぱり余裕が大事。意味わかんねえ。そういえばラギ、私まだラギの大きな姿見たことありません。今度ぜひ見たいです。なんなら今変身してくれますか？しねえよ。つうか見せ物じゃねえ。じゃねえっつうの。何頻繁に変わっていいもんでもねえんだよ。ま、てめえが国に帰っちまう前に一度くらいなら見せてやってもいいぜ。そうですか。それは楽しみです。なあビラール、お前さ、究極の選択ってしたことあるか？ある。人は皆多かれ少なかれ自分の生きる道を選び、その一方で切り捨てていくもの。そういうものだと私は教えられました。そうかよ。ラギ、大丈夫。何が大切か間違えなければ大丈夫。一番は一つしかない。分かってる。なら大丈夫です。ちゃんと選べます。分かってるっての。選ぶよ、そのうちな。
ぼけてねえよ。お前の声はでかいから、さっきから目が覚めてた。勝手に聞こえてくるんだよ。たく、お前は本当にうるせえ。一緒に行くとか言うんだろ。それがめんどくせえから一人で来たんだっつうの。今回はそいつへのサービスなんだよ。キャー！サラマンダーは体と力を維持するためにドラゴンの気に触れたがるんだよ。だからこうして変身してやってる。けどお前はこいつと仲が悪いから。分かったからちょっと待ってろ。キュー、今度はこっちかよ。もう十分構ってやったんだからいいだろ。ほら戻ってろ。別にマジで切ってるわけじゃねえよ。それよりお前らもうちょっと仲良くやれねえのか。なんでそんなに仲悪いんだよ。は？なんだ急に。そうかよ。いらねえだろそんなの。呼ぶ分には別に困ってねえし。んなこと言われても、丸焼きってのはどうだ。うるせえな。じゃあお前だったらなんてつけんだよ。それは俺が不愉快だ。人の名前に小さいとかくっつけんな。もうチビでいいだろ。チビで、ほらもう帰るぞ。何笑ってんだよ。行くぞ。あいつらは来ねえよ。怖がってるから。その姿のままでいればそうでもねえだろうが、前と同じってわけにはいかねえよ。なんだよ、どうした。は？山降りるまでだぞ。いいか、調子乗ってはしゃぐなよ。もし転んで俺んとこに倒れ込んできたりしたら、まあだな。こっちも食うか。お前食ってる時が一番幸せそうだよな。
俺はいいんだよ。するわけねえだろ。なあ、それよりもったいねえことした。なあおい、こんなん別に洗えば。やあルル、こんなところでどうした？食事をとっていたんじゃないのか？いや、遠慮しておく。君たちのテーブルは見ているだけで胃もたれしそうだと評判だからな。実際エストは食堂に入った途端、君たちの姿を見て回れ右していたぞ。僕には少し気持ちがわかるんだ。ま、いや、僕もエストも嫌っているわけではなくて、ん？だからいらねえって。付近なら今あいつがもらいに行って。おおい、勝手に触んなっての。ルル、その落ち着くんだ。平常心は大事だぞ。いや、それは嘘だろう。なんだよ、俺は何もしてねえぞ。どこがだよ。なあ、その女はルル？これも食え。こんなところに一人ぼっちで何してますの？神器臭い顔してますし。一人だけ課題でも出されたんですの？自習室にいるんだから勉強してるのが普通だと思う。何がせっかくなのか分かりませんけど、どうして私たちがあなたなんかと一緒に勉強しなくてはいけませんの？一人なのはあなただけですわ。そんな捨てられた犬のような目をしてもダメですわ。そうですわ、その手には乗らな。ってマーサ、あなた何座ってますの？別に付き合ってあげてもいい。ここでマフィン食べてるだけでよければ。仕方ありませんわね。今回だけですわよ。分かってますの？ところで最近あの野蛮な恋人とはどうなんですの？
あなたたち本当に恋人同士なんですの？それすら疑わしいですわ。だってあなたたち全然そんな雰囲気がしませんもの。一緒にいても食べているか騒いでいるか寝ているかのどれかで色気のかけらもありませんわ。普通恋人同士といえばチョコレートみたいな甘い雰囲気が流れているもの。そういえばラギは最近人気がありますわね。私から見ればユリウス様の方がずっと素敵だと思いますけれど、確かに人気はありますわね。最近流行の細マッチョに肉食王子、一緒に美味しくご飯を食べる人は私も嫌いじゃない。どういうつもりですの？お前しか見えねえ。もっとこっちに来いよ。ずっと抱いててやるから。お前それはねえよ。あの魔法具でそんなことするのはお前くらいだって。うるさいな、洗いすぎだぞラギ。なあ、迎え来たから悪い。ああ、そっか。じゃあ、またな。思ったより早かったな。もしかして走ってきたのか？危ねえからやめろって言って。おい、ルル。おい、どうかしたのか？
飯食いに行くんじゃなかったのかよ。どうした？深刻そうな顔してるから難しい悩みでもあるのかと思えばそんなことかよ。ったく何言ってんだお前、心配して損したじゃねえか。話があるって言うから身構えたってのに、んなくだらねえことかよ。大体そんなことできないのは分かってるだろ、変身しまうじゃねえか。なんで泣くんだよ。ルル。おい、待てよ。何なんだ一体。ラギ、怒りながら食べるのは消化によくありません。うるせえ。なんであんなむちゃくちゃ言いやがるんだよ。おまけになんで泣く。俺が悪いのかよ、意味がわかんねえっつーの。ルルと何かあったのですね。よければ詳しく教えてくれませんか。それはあったな。ラギ、顔が真っ赤ですけど。うるせえな。あいつにちょっと無茶なこと要求されただけだよ。それで断ったら泣かれちまって。なるほど、無茶ですか。キスしてほしいとかですか。なこと言うわけあるか。抱きしめてくれって言われただけだ。なるほどなるほど、抱きしめてほしいですか。熱烈です、青春です、可愛いですね。うるせえ。大体あいつには慎みが足りねえんだよ。そんなこと女の口から言うなって話だ。そうでしょうか。ラギも知っている通り、確かにおしとやかではないかもしれませんが、ルルは素直な子です。人が嫌がることをする子ではありません。もし誰かが困るようなことがあったら、自分のわがままを我慢する子です。そんな彼女がラギが変身するかもしれないと分かっていても、抱きしめてほしいとねだったということは。なんだよ、早く言えよ。内緒です。これは
ラギが気づいてあげなければならないこと。ですから、ラギが悪い。私はルルの味方です。なんだとてめえ！ラギ、女の子を泣かせる男は男ではありませんよ。何なんだよ。そろそろ起きないと遅刻してしまうわ。大丈夫？起きられる？さんが探していたみたいよ。もしかしたらパピオンメサージュが届くかもしれないわ。おせっかいかもしれないけど、そう勧めておいたから。期待させてしまってごめんなさい。そんなことないと思うわ。ラギさんは単に手紙が苦手なタイプだからだと思うけど。良くないと思うけど。そんなに心配なら、やっぱり会うべきよ。してましたの？お菓子で交渉したのかも。特にドーナツを使った交渉は効果絶大。
それはあなただけですわ。ここか。借りてくぞ、こいつ。どうぞ。これは何事ですか。ああ、エルバート先生、実は意味がわからないけど、すごく怒ったラギが鏡の魔獣に向かって中に入れろって命令して拒否されたんだけど、そこでものすごいオーラが出て、すごい威厳のある声で魔獣を睨みつけて、通せ、俺を誰だと思ってんだ、通さなきゃどうなっても知らねえぞって脅したら、鏡が道を開けてラギが中に入って、ああもう意味がわからないほどすごかった。あれがドラゴンの力なのかな。すごい、すごすぎる、初めて見た。ユリウスさんは一部始終を見てたんですね。だいたい事情はわかりましたけど、はあ、女子寮も大騒ぎになってるみたいですし、心配だな。邪魔だ、どけ。うわっ、ラギ。ルルさん、やっぱりルルが原因なんですね。そうみたいですね。すごい、すごいよ、見た、マシュ、ラギってば本当に本物のドラゴンみたいだ。落ち着こう、ユリウス、ラギは本物のドラゴンだよ。ルル、は？おい、おい、話を聞け。うるせえ、黙れ。はあ、頼むから話を聞け。お前が考えてるようなことはねえから、黙って聞いてろ、いいな。まずはその、悪かったな。お前の話くだらねえとか言って、まともに話も聞いてやらなかったし、何よりも不安にさせちまって。お前は何も悪くねえよ、全部俺が悪いんだ。それはあったな。
確かにお前の前で必要以上に身構えていたのは認める。でもそれはお前といるのはつまんねえからじゃない、むしろ逆だ。緊張すんだよ。お前は俺にとって守るべき女だ。だがそれと同時に唯一例の事故を起こす可能性のある女でもある。毎度毎度変身してたら身が持たねえし、ただでさえお前がそばにいるとこっちだっていろいろ考えるんだよ。笑ってれば撫でてやりたくなるし、可愛いこと言えば抱きしめたくなるし、他にもいろいろ。惚れてんだから当たり前だろ。俺の体がお前相手の時だけおかしくなるってのは、多分まだちゃんと俺の覚悟ができてねえっていう証なんだ。好きだって気持ちは嘘じゃねえし、誰よりも大事に思ってる。だけど責任取れる保証がまだねえから。一生俺が守ってやる。その言葉がまだ言えねえから、お前を不安にさせるのは当然かもしれねえ。情けねえって自分でも思うけどな、ルル。俺頑張るから、必死で考えるから。だからもう少し待っててくれねえか。ありがとな、ルル。待て、ちょっと目閉じろ。いいから黙って目閉じろ。いいか、絶対動くなよ。よし、そのまま大きく息を吸え。いいから。そこで止まれ。
以上、先帰る。あれ、ラギ、なんで小さくなってるの？大きいのが見たかったのに。うるせえ、こっちは死にそうな思いしたんだ。鬱陶しいから近寄んな。だってさっきはあんなにかっこよかったのに、なんで？ねえ、なんで？だからうるせえって言ってんだ。燃やすぞてめえ。いや、燃やされても困るんだけど。ちくしょう、腹減った。ワンドオブフォーチュン R。 楽しいおまけがいっぱいよ。お前と一緒にいてやらねえでもね。湖まで来たのはいいが、これからどうすんだ。なこと言おう。また魔法なんだよ、落ち込んでんの。なんだいきなり。なんだよ、なんか。じゃあなんか食いもん。じゃあなんか。じゃあなんか食いもな。じゃあ、あーやべ、ちげえよバカ。そうじゃねえ。だからそうじゃなくて、はあ、なんでもねえって。だからそのこっち向くな。いいから。俺にもいろいろあんだよ。少しでいいから言うこと聞け。おい、まだこっち見んじゃねえよ。だあ、もういいから黙ってそっち向いとけ。絶対振り向くなよ。いいな。はしゃいでんじゃねえ。今のはその俺だってそういう気分になったりもするんだよ。だからなんつうか
こう、この辺から湧き上がってくるっつうか、どうしようもねっつうか、なんかそういうのだよ。いいから突っ込むなっての。大体お前が かわいいこと嫌がるから。こんな、ふざけんな。なホイホイできるもんじゃねえだろ。それは俺には今のが限界なんだよ。そんな風にねだってんじゃねえ。お前それ分かっててやってんだったら燃やすぞ。もうとにかく限度ってもんがあるんだよ。わかったか。な顔すんじゃねえ。二度とやらねえってわけじゃねえんだから。また気が向いたらしてやる。だからおとなしく待っとけ。でこの後はどうすんだ。もう帰るか。なあ、さっきから何なんだ。今日のお前なんか変だぞ。なんだよ、言いたいことがあるならはっきり言えよ。は？どこが冷たいんだよ。別に普通だろ。は？意味がわからねえ。なんだよそれ、甘い雰囲気？恋人同士みたいな。何言ってんだよお前。誰が言ってんだよそんなこと。気にしなきゃいいだろうが。そういうのってどんなだよ。ルル、お前の瞳を見つめてるとどうにかなっちまいそうだ。もっとこっち来いよ。抱きしめてやるから。わかんねえ。だから意味わかんねえっての。変だぞお前、落ち着けよ。また誰かに変なこと言われたのか。心配しなくたって、俺は他のやつなんか見てねえから。なっ、 お前自分が何言ってんのかちゃんと分かってんのか。どこかで頭でも打ったか。変なものを拾い食いしたとかか。怒らねえから言ってみろ。お前やっぱおかしい。一人で頭冷やしとけ。落ち着いたらまた聞いてやる。じゃあな。話せよ。俺はもう帰るんだ。
怒らせてんのはお前だろう。いいから手離せ。わかってるっての。とにかく落ち着いたら聞く。だから話せ。なんでそうなるんだよ。いや、だから落ち着けって。おい、ルル。ああ、もう泣くなよ。もう怒ってねえから。本当だよ。だから泣くな。それやめろ。苦手なんだよ、お前が泣くの。嫌いになんかなってねえよ。あ、だからもう泣きやめ。ったく、ほんと手のかかる女だな。まあでも俺も大人げねえ態度取って悪かったな。あね、この後どうすんだよ。まだここにいる。ま。